健康の話になったところでですね、ちょっと私も生活習慣病の予防の講習とかやってるので、ちょっと食の話をねさせていただこうかなと思うんですけど、いつか聞きたいなと思ってました。よろしくお願いします、はい。まあ、いっぱいある中でやっぱりじゃあ甘いものっていうね話が出てきたから、やっぱ糖分のことを話そうかなと思うんですけど、まあ、ご飯ですよ、基本はご飯なんですけど、まあ、ご飯も炭水化物、まあ、お菓子もそう、ラーメンとか麺類スパゲティもそう、あとパンとかもそうなんですけど、何がいけないかって言ったらですよ、一番まあ、糖って炭水化物で結局最後はブドウ糖になってエネルギーになるものだから絶対必要なんですけど、自分たちが活動してる以上に取るっていうのがまずダメですよね、食べ過ぎ、ね、だから今結局、まあ、スポーツ選手だったり肉体労働の方だったりしたら別なんですけど、こう座って仕事なさる方だったりとかしたらそんなにまで必要ないじゃないですか。でも、まあ、ご飯はちゃんと食べて、またお菓子も食べてパンも食べてってやっちゃうと、もう確実にオーバーですよね、これでね。そうですね、はい、だからまず量を抑えるっていうのはそこ一つと、あとやっぱりご飯ね、白米がやっぱり良くないんですよ。なんで良くないかって言ったら、玄米とか胚芽米とか、あとブズキ米、ゴブズキとか、あんなだったらまでいいんですよ。でなんでかっていうと、このお米ってこの胚芽の部分に一番ミネラルとビタミンが多いじゃないですか。でこの炭水化物の部分っていうのはエネルギーにするためにはタンパク質とビタミンとミネラルが揃ってないとエネルギーにできないんですよ。だけどこのビタミンミネラル分を取っちゃって食べてるから、結局もう最初から足りない状態なものを食べてしまってるんですよ。だからそれでちゃんと、まあ、おかずもタンパク質だったり、海藻類や お魚、お肉、海藻類、そして野菜、果物全部きちんと取れてればまだバランスよく取れて、ちゃんとエネルギーにもすることができるんだけれども、これがちゃんとバランスよく取れてなかったらどうなるかって言ったら、糖は結局エネルギーにすることができないんですよね。できないとどうなるかっていうと、排泄をしないんですよ。蓄える方に来るんです。人間ってやっぱり飢餓状態っていうのが一番危ないから、絶対に出さないんですよね、体は。蓄える方向へ行くんですよ。で脂肪細胞が取り込むんです、とりあえず。だから太ってしまうんですね。だから必要な栄養素が揃っていて、ちゃんと適度な運動してれば絶対太らないのはそこで、ちゃんとエネルギーに変わるからなんですよね。だからここが、足りてないと、なんかまず一番白米食べてるのがちょっと良くない。できれば胚芽米、玄米とかに変えてほしい。それとあとやっぱり、まあご飯食べないで麺類とかも多いじゃないですか、皆さんね。うどんとかね。そうそうそう、そばとかね。前は確実に太るもんですよね。そばとご飯一緒に食べる人結構います。ああ、カロリーの塊ですよね、結局ね。だからこれじゃあどうやって消化するんですかみたいな、これどうやってエネルギーにするんですかって話になっちゃったんですよね。でならないじゃないですか、他の栄養素が足りないから。だから全部蓄えちゃいますよ、結局ね。あらあらみたいなことなんですよ。で太るだけじゃなくて、結局血糖値も高くなるし、でまたお腹すくんですよ。なんでかっていうと、そうどういう仕組みかっていうと、結局エネルギーにならないから、脳はもっと取り込みなさいという命令が出るんですね、結局エネルギー不足と認識するから。だからまた食べたくなるんですよ。でまたそこで低血糖症っていうのそれ、そう、低血糖症は一気にまたお腹すいたなと思って甘いものまた食べるじゃないですか。そこでちゃんとしたご飯食べればいいんですよ。そうじゃなくて、そばにあるお菓子とか菓子パンとか、そうそう、また食べてしまうとまだ、まあ黒糖まだいいんですけどね、でもそばにあるこう手っ取り早いお菓子類、菓子パン類とか食べてしまうと、結局糖だけが入ってしまうんで、一気にガッとインシュリンが上がってパンと血糖値が落ちるんですよ。これが低血糖状態。だからそこでまた甘いものを食べさせたりするじゃないですか。本当は危ないです。本当は逆効果なんです。本当はちゃんと複合炭水化物って言われてる、いわゆる玄米みたいなおにぎりを食べさせてあげるのが一番いいんです、本当に。でも低血糖症の人って飴玉持って歩くよね。持って歩くんですよ。手っ取り早くまたインシュリンを出すためにやるんですけど、もう悪循環です。本当怖いです。だから本当はもうちっちゃくおにぎりとかを持って出歩くとか、まあそういうのに気をつけてる人は低血糖にもならないんだけど、本当はね。そうね。そうそうそう。
そう、まあ、悪循環が悪循環を呼ぶんで、とにかくバランスよくっていうのに限るんですけど、うん、その中でじゃあ炭水化物のコントロールが、コントロールが、はい、できれば、だからもうその複合炭水化物と言われる、要するに複合炭水化物って何かというと、あのあれですよ、殻のついてるもの、白く生成されてないものだ。殻がついてるとなんでいいかっていうと、うん、消化に時間がかかるから、うん、ゆっくり血糖値が上がっていくんですよ。なるほど、うん、だけど消化に時間のかからない全部取っちゃって白米っていうのは、うん、もうバンって血糖値が上がるんですよ、うん、消化が早いから、うん、だから良くないんで、ゆっくり消化できるものを食べてやれば問題ないんですけどね。消化が早ければいいと思うんじゃないですか。そうなんですよ、一番早いのは砂糖ですよ、白い砂糖、うん、だから飴玉とか、うん、あの甘いコーヒー類とか、あのジュース類、はいはい、ガーって飲んだらバーンって血糖値上がります。怖い怖い怖い、危ないです。で、引いては動脈硬化、うん、起きてきますよね、うん、血管詰まる、うん、怖い怖い怖い、脳で詰まったらもう倒れますから ね、うん、で、さらに怖いのが、今医学が進歩してるからそこで一命を取り留めますよ、うん、すぐ亡くなる方っていうのはあまりないんです。一命取り留める、その後どうなると思います？寝たきりですよ。怖いで ね、怖いですよ、ね、下半身ね動かなくなったり、半身不随になったり、うん、言葉がおかしくなったり、うんうん、そしてだんだん寝たきりになっていくじゃないですか。うん、寝たきりになったらどうなると思いますか？大変、ね、大変ですよ。もう下の世話まで全部介護して、ね、もう食事中申し訳ないんですけどね。うん、だからもうそうならないために絶対食事ね、あの気をつけていくことが必要なんだけど、うん、長いスパンがかかるから、ね、そしてまた分かっちゃいるけどやめられないって言ってね、コントロールできないし ね、毎日毎日のことだからずっと我慢もできないし、ね、だからさっきの話に戻るけど、はい、本当に我慢せずにこれが嫌になる、食べたくないっていうのが一番理想ですよね、うん、意識もせず しなかったんですよ、うんうん、あれ気がついたら私ってお菓子食べてないな、ガツガツしてないな、理想的ですよね。お菓子もらっても、うん、ずっと置いて、普段ペッて食べるわけで、うん、ずっと置いて、友達にも、あとお菓子持ってこないでよって、絶対持ってこないでよって最近。すごいすごいすごい。どうしたのって感じだけど。不思議ね。ね。いやー、最高ですね。本当不思議。うん、だからやっぱり、結果この詩をね、うん。で、あとはそのサイマティックス、はい、その音楽を聴いて、コントロールして。はいね、これだけいいです、ね、これだけ砂糖で悩んでた、甘いもので悩んでた私がいとも簡単に人が変わったように、朗報です。朗報だから私いつも思うんですよ、この話をこうやってするじゃないですか、うん、こういう風なことに なりますよって、うん、だけどその時は聞いてあんって思うけど、うん、結局じゃあその帰ってからまたお菓子って出してる人を見ると、あ、結局分かっめっちゃいるけど、うん、もう無意識に出てて変わらないなって思って、ね、だからあるでしょ、タバコをやめたいと思ってタバコも悪いって分かっちゃいるけど、うん、でしょ、そこをどうするかよね、本当そこをどうするかなんですよ、もう私の課題なんですよ今後の。でもすごいちょっと一つ朗報が ねすごいですよね。だからね、禁煙で悩んでる人、禁煙したい人、うん、これ聞かせてあげたいなと。本当ですね、どう変わるか、うん、ピタッてと思ったら奇跡よね、本当ですよね。しかも苦労もなく苦しくなく、本人が苦しくないからいいね、うん、一番いいですよね。本当に能天気な、あの人口が増えるね、ねえねえ、いいですよね。だから今なんかさ、それに使ってたものを別のところへエネルギーを使っていけるじゃないですか、ね、一番いいですよね。私の息子も禁煙一応挑戦するけどダメだわけね、うん、でもお家に来てやってっても時間がない、忙しいってこないわけ。誰かいないですか、暇でタバコばっかり吸ってる人。そうですね、誰かな、うち周りあんまりいないんですよ、ね、うち主人も辞めたしですね、うん、また見つけたらぜひ引っ張ってきます。お母さんなんか膝がいい膝痛いって言ってるんですよ、うん、じゃあ、ついてっていいですか、膝しましょう。あ、お願いします、これしましょう、うんうん、すごい喜ぶと思います、ね。座ってるだけですよ、薬も飲まない、注射もしない、おしゃべりしながら座って、うん、いい音を聞きながら、あ、最高ですね。こんないいことないよね。こんないいことないですよ、ね、本当に私たちの天気で、ね、いいね、治った気分になってるから。で、生活習慣病って本当に防げるってことが一番良くないですか。
そうだって他の病気って いつ突然来るかも分かんなくて、で難病とかだったらもう治しようもなかったりするじゃないですか。でも生活習慣病って治せるし予防ができるんですよ、うんうん、すごいですよね。でこの日本人の三大神話一気にここで解消するみたいな、そう、ね、すごくないですか。すごい ねいやこれすごいと思う。あんまり言わないとこんでもう大々的に電波に乗ってます。そしてね、次私はあのちょっと試したいのがフェイスがあるんですよ。あ、顔のコリを取りましょ う, っていう。あ、じゃあお肌をこの美しくするのね。顔のコリ、顔の顔って意外とね凝ってるんですよね、うん、中から指入れてやったら痛いところがあったりしたんです。へえー、そうなんですか。そんなことやったことないですね。そ, そう、これあると思いますよ。あると思いますよね。だからそれがシワになったりたるみになったりするんじゃないかな。あ、なるほど。そうか、伸びやかにしさせてあげればこう伸びやかに張りのある顔になるんですよ。シミもできにくいかもしれない。そうですね。そしてこの間ハゲの見ました、テレビ、マッサージすると毛が入ってくる話。あ、なんかこうやって動かしてやつ、はい、うん、これも柔らかくしなさいだから、はいはい、そのサイマティックスであれはほぐ筋肉ほぐしだからほぐれるんじゃないかなと思うんですよね。そうですよね、柔らかくなってね、うんうんうん、あら、いろんな人連れてきて、うん、ハゲてる人はい、はい、チェックしてる、ね、気がついたらみんな脳天気になってるっていう。いいねこうじゃないですか。それいいな。なんか次々いろんなものが出てきますね。そうね、あったんだけど気づかなかった、情が来なかったわけよね。今引き寄せてるんですね。今なってくるかなって、なんで今の時期って何かがあるんじゃないかなと私はそれ思ってるね。で神様は私にこれをこうして情報を与えて私何をやれって言ってるのかなとかね、そこまで考えるんですよね、はい、その地道が開けてきそうです ね, パッとね、赤ひげ先生になりそうな感じがするね。うん、すごいな。ね、まあ、文字で癒したりしてたんだけど、はい、今度は体の癒し、物理的に肉体を癒すみたいな、科学的に癒すっていうかもう治す段階に来てますよね。薬用が大変だからね。あ、そっか、あってはいるんだけど ね, そうだね、癒しですね。癒すとか楽にするとか癒しとかね、ほぐすとかそんな表現でしかできないね。そうですね、まあ、でも代替療法は今すごいですからね、うん、そうですね、うん、まあ、食事ももちろん大事だけど、うん、食事で補えない部分、はい、運動だったり、うん、運動でもできない部分がそういう科学的なもんじゃないかなと思ってるんですよね、うんうんうん、私食事療法もして痩せるために食事療法した、はい、私のやり方が間違っていったかもしれないけどクタクタになった、はい、クタクタになったら運動もできないでしょ、はい、こういう時にこれだからね、ね、体験してよかったなと思う、ね、そうですね、この順序がやっぱ必要で今なんでしょうね。そうかもしれないね。あ、すごい、困った人みんなうちにいらっしゃいって言いたいね。そうそう、昨日見つけましたよ、静脈瘤の人、そして、はあ、靴下、あの、うん、サポートの靴下入ってるわけ、ね、はいはい、で膝も痛いっていうし、うん、まあ、太ってるし、うん、この人土曜日からうちにきっと来るでしょう、はあ、実験しました、ね、楽しみですね、またね、静脈瘤がどうなるかね。静脈瘤はあの何か溶かす方でやるんですか、あの脂肪溶かす方で。いやいや違う、この音の方で。この人はね、音の方でさっきバランス整えて、あ、なるほど、いろんなあの原因を取り除いて、それから脂肪とかする方がいいと思う、はい、なるほどですね。じゃあすごい情報が来たとこで、うんうん、もう終わりですか。終わりになりますが、そう、またあと何分、もう終わり、もう時間がないですね、はい、そう、来月を楽しみにしていただきたいと思います、はい、すごいね、すごい、どうなってるか楽しみですね。、はい、ではまた、はい、来月、バイバイでは。